Wow. Pika! Pika pi! Pika pi! はい、というわけでロバート山本博史です。今日はサトシを呼んだ時のピカチュウですね。ピカピ！ピカピ！サトシ！サトシ！って聞こえますもんね。うん。長年聞いてるとね、ピカチュウの声って。はい。さあ、というわけで、3日目ですね、ポッケンデラックス行きましょう、上昇トレーナー5戦5勝の上昇トレーナーになっております。私今のところ全くこう、ね、体験版以外何の練習もしないまま、バトルマッチの方にバトルリーグかの方に行っております。ちなみに5戦5勝で全勝で今、ね、新人を狙うぐらいの気持ちを持って挑んでおります。さあ、じゃあそのまま自分がどこで壁にぶつかるのか知りたいので、そこまでね、はい、どんどん進めていきましょう。リリーチャレンジの達成条件が少し簡単になっているんだって、はい、どうもということで、はい、ピカチュウ山本でございます。さあ、じゃあ、ここでね、フェルムリーグ行こう。戦いは始まったばかり。今日トーナメントまで行きたい。トーナメント参加までにはまだ少しあるかな。バトルの中で少しずつ成長していってね。はい、ニアさんね、ニアさんで、ヒヒロシ上昇バトルトレーナーという称号に変えました。うん、やっぱこうね、称号はどんどんでかくしていった方がいいよ。井上尚弥君だってね、モンスターの中、世界中からモンスターって言われてるのがすごいよ。僕もポッケン界の井上尚弥になれるように頑張っていこう。5試合の成績で順位が変動するよ。 OK。 最初は、ハイディさん、今回のサポートセットを選んでね。ディグダが良かったんだよね、ディグダ。ちょっと強かった、ディグダ。インファイターなんだ。バトルスタイル言っちゃうんだ。あんまりね、バトルスタイルってね、勝手に向こうが判断するもんであって、自分から僕インファイトなんですよってあんま言わないんだけどね。一応作戦だからそれもね。ボクシングであんまり言わないけど、ポッケン界ではそういうのあるんだね。俺はインファイトしますんでって言っちゃうんだ。インファイトは負けてないよ、そっちだって。 OK、 いけるぜ。あ、外した。あのジャンプを読んでたらダメだよ。OK、 強いよピカチュウ。ほら、まだまだ壁にはぶち当たりません。どんどん行こう。ディグザで行くよ。冬とかあんのかな。冬まだいけますね、これ。この感じだと。よっしゃー、行きましょう。やったね。
れ様。バトルは見ていても面白いね。はい、面白いです。来た、ラッキーボーナス。新しい称号が手に入ったよ。出た、Eファイターになりました。私 E ファイターだ。いける伝説。いや、絶対早い、絶対早いよ。俺がいける伝説は、いやいや早すぎだってまだいける伝説って早いよ。新人中の新人、まだ初心者マーク付きぐらいの感じ。いける伝説すごいな。いきますか。いや、ちょっとディグダ気に入った。礼に始まる、礼に終わる。いいね、いいですね。あ、向こうもピカチュウだ。ピカチュウ同士になるとなんか服、あ、片方が着せたりするんだ。そのポケモンは自分のスタイルを見つけることが大事かな。共鳴ゲージが上昇したよ。 OK、 まだどうよ。いいぞ。だいぶ分かってきた。オッケー。うん、やばい。下がり方、後ろ向きながら戦いながら後ろ向くなんてことありえないけどね。シェア。じゃない、俺なんか冒険楽しい。ガンガン行くよ。あ、ディグダまた最初からなんだ。結果使わないでも温存したと思ったら違うんだ。1試合で毎回貯めていかなきゃいけないんだ、あれ使わなくてもね。貯金ならないんだ、ね、そのなんか繰り越しパワーみたいにないんだ。やばい。いっけ。よっしゃー。そして止まった。いけー。よっしゃー。左ストレート。おお、かっこいい、かっこいいね。はい、インファイターになりましたのでね、また、あ、いける屍になりましたので、いける屍は早いって絶対。満足できた。スキルポイントを割り振る項目を選んでね。なんだろう、やっぱ攻撃スキル上げていきたいね。何これ、絆創膏って。新しい称号が手に入ったよ。あ、不敗神話、すごすご、不敗神話。はい、あの不敗神話のヒヒヒロシでございます。不敗神話すげえ。芽吹きのバトルドレナ、いや、もう不敗神話があるからさ。すごっ、これサポートセットを決めるのって悩む。頑張ってアドバイスするよ。
7勝だよ。これぐらいだったらボクシングだったら新人を取れるね。7勝ぐらい、7連勝してたら。バトル前ってワクワクするよね。相手はどんな作戦か。自分のポケモンを信じて頑張ってみて。早く対人戦やりたいな。地道にガード行け。よし。あ、そんなに効いてない。そんなに効いてなかった。カラカラ行こう。サポートゲージ マックス。え、あ、いきなりサポートゲージマックス。使ってみようか。よしよし、取りたい。よし、取りて取りて。もうでもその取りって場合じゃなくなってきた。行かなきゃ。この調子で行こう。試合の流れはつかめてね。この調子で行こう。背後取れるのがでかいな。そうだ、もっと強いやつはいないのか。もっと強いやつはいないのか。共鳴バーストパン。次の対戦相手はお、12位、10位。ここら辺厳しいんじゃない。ジェームズ12位だって。よっしゃ、これちょっと気合い入れないとダメだ。よっしゃ、行くよ。今回のサポートセットを選んでね。ちょっと変えてみよう。やっぱマルマインの大爆発だったね。楽しんでいきましょう。緊張なんかしないよ。バトルがしたいだけなんだよ。自分のポケモンを信じて頑張ってみて。共鳴ゲージが上昇したよ。うわ、やべ。共鳴バーストするにはまだ遠いな。オッケー、うまっ。よし、強っ。あ、これ強いわ。いいね。オッケー、今ならバーストできるよ。よいしょ、入った。あー、かわされた。これがレベル、レベルじゃない、ランキング12位の実力か。かわしてくるのか。 OK。 よっしゃ、カモネギマックスは金、カモネギ使ってみよう。すぐ使おう。いいぞいいぞ。
れは。いった。あれ届かない。よし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 、パーフェクトだ、パーフェクト。俺マジで不敗神話で。やば。私のアドバイスは役に立った？お、はい。燃え尽きたぜ。楽しいバトルを期待してるよ。次10位、ランキング10位。いやー、ボクシングだったらこの辺からもう日本ランカーがね、10位とか。しゃあ、ランキング奪いくぜ。ちょっとイベルタル、ラティオス行ってみようか。上空から照射する壊滅的な範囲攻撃、1ラウンドに1回のみ呼ぶことに、うん、相手の移動を制限する配置、あ、設置攻撃、1ラウンド1回。ちょっとイベルタル呼んでみたい。イベルタル、ランキング10位。敵じゃねえぜ。俺が目指してるのはチャンピオンだからな。しゃ、オッケー、やばい。よし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 、早いんだよ、あのコンビネーションが早い。ちょっとイベルタル使いたい。危ねえ。いけ、よっしゃー、いけた。これみんなこの辺まで連勝でいけるもんなんか。イベルタルが全然さ、イベルタルのパワーが満タンならないまま終わっちゃったよ。まだまだ壁を感じません。もっとランクアウトやらせてください。会長、もっとランクアウトやらせてください。の投資、ルーキー、いや今さらルーキー。いいバトルだったよ。すごい勢いで順位が上がってるよ。よっしゃ、ランカー10位、リーグ内で注目されてるんだって。トーナメントまであと少し。もうマジでもう一回いっちゃうか。ちょっと称号変えよう。気合入れるために称号変えよう。だいぶもらったからね、称号。ん？何の称号がいいと思う？え、これやだ。いける伝説じゃん、やっぱ。いける伝説、不敗仕様もいいね。インファイターっていうのね、インファイターっていう称号を持っときながら
インファイトしない、それだったらなんか作戦になるよね。我が世の花ってどういう意味だ。いや腐敗神話や、生ける伝説か、生ける伝説がいいでしょ、やっぱこれにしよう。生ける伝説なんて、よし、これでちょっともう一回行ってみよう。どんなバトルトレーナーと出会って上位8位に入ると5試合の成績で順位が、お、6、8、7、きたきたきた、レベル上がってきたよ。今回のサポートセットを選ぶ、今日はなんとかね、ニャビ、楽しんでいきましょう。ニャビ使おう。今日はなんかトーナメント権利くらいまでは行きたいよ。どっちのサポートで行く？ニャビ。私はいつも感覚で決めてくる。あぶね、あぶね。しゃあ、ま、気合入ってんだよ、もう。ランキング10位だ。いける伝説だぜ、私は。おしゃ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 。あ、なんかこれ選んでない方がゲージマックスになるね。使ってみよう、早速。お、サポートもらってんだ。よし、いった。これ強えな。よっしゃ、ナイスタイム。くえ、よし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 、いいいいいい、めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいいわ。ピカチュウめちゃくちゃ強いわ、相性最高。わー、面白かった。真剣勝負もいいけど、まずは楽しめる新しいアイテムが手に入ったよ。あ、こういうのもつけられるんだ、アバターアイテム。次の対戦相手はどう？勝てそう？行こう、23位格下なんで、それじゃ9個よろしく、ね、結局なんか使いたいあのサポートポケモンのパワーマックスになる前に試合終わっちゃってる。うわ、ウルガモス、ウルガモスいるって、向こうに。あれ、ウルガモスさ、自転車で運ばれただけ？誰相手？緊張しないで、楽しんでいこう。9個。あ、ピカチュウ同士だ。よし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 、なるほど。よし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 、パーフェクトだよ。このレベルはもうね、いける伝説なんです、私は。ほら、ムーマージュが待つ。逆選ぶのがいいかな。何してくれよ、ムーマージュ。パーフェクト。OK。強い。いいね。
思ったけど、俺全然ピカチュウ似てないね。何が違うんだろう、何が違うんだろう。ペタ、ほっぺたの大きさ、すげえレベル上がってきた。今回の一番格上、スイ君ですね、アズーリ。誰行こう、アズーリ。なんだろうな。大爆発行こう。だから1回目使わないっていうパターンね。いける伝説だもん。そらビビってんだろうな向こう。まずはカモネギを使ってパワーを貯めた、大爆発をね。髪の毛邪魔じゃないのか、すごい。よっしゃ、やっぱ効いてるか、すげえ効いてる。かわいい。ほら、丸まいのサポート。これだよ。次も同じサポートで行く。ラウンド2。うわ、なんだよ。よし、デュエルフェイスに入ったぞ。一見丸まい。え？何？いいよ。オッケー、いった。よっしゃー。ひどいストレート。神の左、神の左。強すぎる。ありがとうございます。面白かった。真剣勝負もいいけど、まずは楽しまないとね。スキルポイントを割り。やばい、誰も俺を止められない状態になってるかもしれない。新しい称号が手に。ミスターパーフェクト。ミスターパーフェクト。来た。次の相手はさっき圧勝してたよ。気をつけて。でも8位でしょ。今回のサポートセットを選んでね。次誰使う？あ、レシュラン、クレセリアいいね。楽しんでいきましょう。いや、13戦13勝ってすごい数字よ。どっちのサポートで行く？私はいつも。ピカチュウ行くぜ。うわ、危ない、早い。よし。
フレセリア。美しい。やべ、やばい。本気になったな、彼。エネルギーが発生しているみたい。あれを取れば共鳴が消えるよ。本気になってなんか強い。一旦冷静になることも大事だよ。行ったんじゃない？しゃあ。時の神の左へ。待ってるし。なんか言ってましたっけ。新しいアイテムが手に入ったよ。お、チェックシャツセットいいじゃん。相手はどんな作戦を取るのかな。さっきた。OK、行くぞマーク。サポートセットを決めるのって悩むよね。あ、ヌオ、ヌオのドローバックだ。どんな相手と戦えるかな。進出鬼没。14戦14勝ですよ。もう世界戦組んでもいいぐらいの勝ち星。始まるよ。張り切っていこう。相手は変則的な攻め方をしてくるから。あ、本当だ。そうだ。透明バースト。よし、デュエルフェイスに入ったよ。サポートゲージが足りないよ。ああ、外した。いっけ。外した。やーべ。守ってみて。おしゃ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 。きたきたきた。ななナイス。もう行くぜ。これ勝ったらトーナメント権利で熱いぞ。ここは後ろ取った。ああ、やばい。よし、来た。ゴーストもちゃんと掴めるんだね。あれ、な、なにこれ、なにこれ、え、あぶね、あぶね、あぶね、終わったかと思った。来た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 ぜ、おい。よし、来た。終わった。トーナメント権利勝った。ななナイス。きたきたきた。しゃあ、ありがとう。いつも褒めてくれるニアさん。しゃあ、ソーバトル勝利数。一旦バトルトレーナー。
市電一線フィリピーノフラッシュ的な感じか。ドネアのね、異名フィリピーノフラッシュ。余裕だった？順位が少し上がったね。きつー、6位です。いける、伝説ヒヒヒロシ。きたー、よし。リーグマッチと違ってトーナメントの間は途中でサポートセットは変えられる。なるほど。また一度でも負けると敗退になっちゃうけど、君なら大丈夫、頑張っていこう。はい、不敗神話を続けますよ。今の順位ならトーナメントに参加できるよ。よし、OK、 よし、OK。 次回トーナメント優勝。もうある意味これボクシングで言うなら新人王トーナメントですよ。ここ勝って名前を挙げて世界に名乗りを上げます。 OK。 というわけでヒヒヒロシ、いける、伝説ヒヒヒロシ、バイバーイ。ナナナナイス。